皆さんこんにちは。札幌交響楽団副首席フルート奏者の川口晃です。作協メンバーによるワンポイントアドバイス、全国の吹奏楽部員の皆さんへ熱いメッセージをお送りします。ぜひご覧ください。本日は札幌交響楽団副首席トロンボーン奏者の中野幸太郎さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。部活動が今お休みで、自宅で楽器の練習ができないという生徒が多いと思います。そうですね、お家で音を出すのも結構厳しいと思うんですけども、はい、何かそのお家で音が出せなくても練習できる方法っていうのはありますか？はい、これはトロンボーンだけに限らずなんですけれども、やはり自分が出したい音をちゃんと自分で分かるっていう、なんかいい音ってどんな音かなっていうのを自分でちゃんとやっぱり理解するっていうのはすごい大事だと思ってまして、絵でもそうだと思うんですけど、やっぱり自分が描きたい絵とかね、それを思ってやっぱり練習なりしないと向かう場所がないじゃないですか。そうですね、なと思うので、YouTube ですとか、金管楽器のアンサンブルの動画も作協の方で出ますので、そういうのを参考にしていただいて、あ、こういう音出してみたいなとか、あと、あ、自分の音が、あ、違うなっていう、そうですね、なんかちょっとこの音と違うなとか、こうなってみたいなっていうのを気づける時間にぜひしてほしいなとは思っています。はい、あとやはりね、トロンボーンっていうのはこの通りやっぱり管が長いんですよね。なのでやはり息をたくさん使う楽器です。そしてぐるぐるっていうのがあんまりなく、1回2回しか往復してないんですよね。なので息がすごく入ってしまう楽器なんですよ、実は。なのでやっぱすごく息が大変、やっぱ抵抗が少ないってことは息たくさん使うので、なのでやはり楽器がなくてもやっぱりできる練習としては、普段からやっぱり深いブレスを意識すること、やり方は何でもいいと思うんですけども、やっぱりたくさんゆっくり吸って吐くっていう、これだけでもトレーニングになると思うので、どうしても楽器がないとイメージはしにくいとは思うんですけども、ぜひこれはやってほしいなと。あと腹式呼吸がね、やはり大事ってよくね言われますよね。けど腹式呼吸って何って言われると結構難しくないですか？そうですね、ね、どの部分を言おうってなっちゃいますね。そうなんですよね。一番最初に勘違いをもしかしたらしてる方もいるかも。腹式って書くから息がお腹に入るんじゃないかって思ってる人もいたりすると思うんですけど、息は絶対肺にしか入らないですね。はい、で、横隔膜っていうのを下げることで、お腹が膨らむっていうことで、あと肋骨が広がったりっていうことだと思うんですけども、そんなに深く考えなくていいと最近思っていまして、腹式呼吸をしなきゃって、例えば肩を上げちゃいけないってよく言われたりしますよね。けど例えば肩を上げないでブレスしようって思うと硬くなるじゃないですか。はぁーってなんかこういう感じになっちゃう、よりもたくさん体中どこも肩上げてもいいし、あと僕が一番意識してるのは肋骨、やっぱりさっき見たここを広げる、ここを広げるようなイメージを持ってるんですけども、とにかく体中風船になったような気分になって、もう全部どこが広がってもいいというか、そういう気持ちでたくさん息を吸って吐くっていう、これだけでいいので、まずはそれを楽器が吹けない人とかは、お家とかでね、確認してみてはいかがかなと思います。大事、たくさん息を吸っていい音を出す、ね、はい、ありがとうございます。個人で練習するということに関しては、どういう形の練習が、はい、そうですね。これもすごく重要なことで、部活が始まったり忙しい時だと絶対できないことだと思うんですけども、まず持ち方ですね。もうそんなのできてるよっていう人もいっぱいいると思うんですけども、今一度確認してほしいと思っています。トロンボーンは基本的には左手で楽器を持ちます。こういう感じですね。そして右手は絶対グッと握ったりこうしてはいけないですね。左手だけで持ちます。まず、もし皆さんできたらストッパーをここにあるんですけども、していただいて、左手だけで楽器を持ってみてほしいんですよね。これ、実は大変なんですよ。そうですね。肩に乗っけてるわけではないんですね。そうなんですよ。
よく勘違いされるんですけども、肩に楽器の重さがいってると思われがちなんですけど、ここはもう添えてるだけですね。なので基本的には左手のここの力だけで、あと握力ですね、ここで持ってるんです。なのでこれよく話するんですけども、吹奏楽部の楽器の中で一番左手の力を使う楽器なのかなって思ってるんですよ。そうですね、トロンボーンより重たい楽器っていっぱいあるんですけども、はい、こういう、ね、ストラップをつけたりとかあると思うんですよね、はいはいはい、チューバでしたら膝に置けたり、うん、けどトロンボーンだけは左手でこうしっかり持ってなきゃいけないんですよね。これがまずできない人がすごく多いんです。なのでまあ、これは音を出せない人のためにもいいかもしれないんですけれども、必ず左手だけでまず持てるように、で音もある程度こうやって出せるようにっていうのをやってみるといいと思います。この中指、薬指、小指の3本でと手でこうしっかり握るというイメージです。これができないとこの上にこういっちゃう人が多いんですね。見えますかね。こうやって持ってる人多いんですけど、これだともう絶対持てないので、右手も力を入れることになってしまう。そうすると例えばスライドを動かすときにもうガタガタこうちゃんとよく見るかもしれない、見ますかね、そうなっちゃうんですよね。なので左手のしっかりこの3本での指で握る、ギュッと。でこれがなかなか大変なんですけども、このもうこれはやっぱりもうトレーニングなので、しっかり握れるようにしましょう。そして構えます。で右手は中指、人差し指がスライドの上の部分に、そしてこう挟むような感じです。で必ずこれも覚えててほしいんですけども、親指とこの指は必ず接地をずっとしてるようにしてほしいんですね。これがこう離れたり動かすときにこうならずに、必ずギュッとは握らないんですけど、スライドさせるときに指が離れないように。でこれができるようになると、こう動かしてもある程度ベルが動かないようになるんですよね。これだけでもまずは結構できないんですよ、うん、これを動かした時にやっぱりこうなってしまう人が多いです。なので左手でしっかり楽器を支えてまっすぐ伸ばす、でなるべくこのベルが上下しないように動かす、これだけでも相当練習になりますし、実は僕今この時間持ってるだけでも結構左手疲れるんですよ。普段だとこう持ち続けることないので、こうやって置いたりするのにやっぱりすごく大変なんです。なのでこれはまずチェックをしてみてください。先ほどもいい音をイメージしてっていう話はしたんですけれども、やはり自分だけで練習するときっていうのは一番自分の音を聞けるときだと思うんですね。どうしても合奏だと周りの音がバーって鳴ってたりとか、ちょっと自分の音が何を吹いてるかわからない、なのですごくシンプルなんですけども、単純に吹いたときに自分の音がどう出てるか、単音がちゃんとできてるか、で音がいいかどうか、そういうのをチェックしながら本当にシンプルな練習をしてほしいかなって思ってます。どうしてもね、上級者になって吹けるようになると、どうしても例えばリップスラですと速いリップスラでしたり、タンギングの練習もちょっと速いものとか、どんどんそういう風になってしまうんですけども、こういう合奏がない時期とかに本当に自分の音がどうなってるのかっていうのをすごくチェックするような、すごくシンプルな練習を僕はしてほしいかなと思っています。はい、持ち方や、ね、スライダーの動かし方ができるようになったら、ぜひ音階の練習何度もやってほしいなと思います。どうしても、吹奏楽部ですとベードアだけ、はいはいはい、これはできるけど、じゃあ違う調をやってみようかっていうと、何もできないっていう子も結構いると思うんですよね。なので、これを機に音階をね、ぜひ全部の調でできるように覚えてほしいなと思っています。それは多分楽器がなくてもお家でもできることだとは、ね、思うので、ぜひやってほしいです。そして、トロンボーンならではというかスライドを使った練習なんですけれども、音階ができるようになったら、これ最初の音だけタンギングをして、そのままタンギングをせずに上に上げていく練習です、うん、これが、いつもやるんですけれども、上の音の克服でしたり、そういうのにいいんですよね。どうしてもタンギングをしてしまうと、上の音っていうのが口を変えてしまって、なるほど、なんか絞ったような音になっちゃう、こう
多いと思うんですけれども、はいはいはい、下から上げていくと、いい響きを上に上げていくっていう練習ができるんです、ね、なるほど。けどこれをやるにはどうしても半音ずつ上げていきたいので、音階ができないとなかなかできなかったりするのでぜひ、そうですね、はい、なので音階をぜひ覚えていただいて、自分ができる音域から、今は最後ベーの音吹きましたけれども、これは最初なかなか高い音で最初に出ない音でもあると思うので、最初に吹いた F ドアぐらいからというふうに、ね、上がっていってもらえるとすごくいい練習になると思うので、これももし余裕があったらやってみてください。楽器のメンテナンス、はい、これをこういうお休みが長い気がする。そうですね、はい、はい、まずですね、やっぱりなんといってもトロンボーンですとスライドですよね、はい、やっぱり一番重要になってくるかなと思うんですけれども、このスライドの部分がなかなか滑りが悪いっていう人が多いんですよね、はい、でまずは簡単なチェックですけれども、このストッパーを外して重力で落ちる、これ当たり前のように感じるかもしれないんですけれども、はいはい、これが落ちない楽器を使っている方も結構います。そうなんですよ。で、これは掃除をすればなんとかなる場合と、へこみとかがなってしまうともう楽器屋さんでしか直せない場合もあるので、掃除棒、ちょっと今ないんですけれども、棒がありまして、それにガーゼをつけて、やっぱり、中を掃除してほしい。それをやってるんだけど、どうしても、ここでも落ちないし、ガリガリするっていう人は、やっぱり楽器屋さんに、その、へこみとかを直してもらったりした方がいいかな、と思ってます。そして、毎日、やはりその棒を使って掃除するのが、どうしても、できないなっていう人もいると思うんで、こういう、これトロンボーン用のスワブなんですけれども、ね、木管の人とかだとよく使うんですけど、はいはい、トロンボーンの人は意外に使わない人もいるんですけど、これすごく簡単です。この時期ですので、まあ、ウイルス対策になるかわからないんですけど、やっぱり楽器の中が濡れた状態でやっぱしまってしまうと、あんまり衛生的には良くないと思うので、このスワブを終わった後に、こう、通して、こういう風に戻ってくるんですけども、もう一回こう通してあげるだけでもだいぶ水分取れると思うので、これをしてから楽器をしまっていただけたりもするといいかなとは思っています。スライドっていうのは何かグリスとかに塗ってたりするんですか？そうですね、スライド用のグリスを、はい、を塗ってます、はい、必ず塗った方がいいか、それともなんかたまに。そうですね、滑りが悪くなったら塗るのでいいと思うんですけれども、それよりもという言いますかね、重要なのがモータースプレーっていうのを僕らはいつも持ってます。簡単に言うと霧吹きみたいなもんなんですけども、水を吹きかスライドに吹きかけます。それをいつも持っとくだけでもそれで滑りが回復したりするので、オイルを刺すのも重要なんですけども、必ずそのモータースプレーを持っておくといいかなと思っています。はい、そして。スワブにはこういうマウスピース用のスワブっていうのもあるんですよね。はい、でやっぱりそうなんですよ。でやっぱりどうしても金管楽器皆さんそうなんですけれども、こうやって金属をやっぱ口に当ててきますよね。そうするとやっぱりどうしても汚れがついてしまうと思うので、水とかでね、こう拭き終わったら洗っていただいて、最後にスワブをこう通すだけでこの中も水分も取れると思うので、こういうのもぜひやっていただけたらなと思ってます、はい、新入部員がいっぱい入ってくると、そうですね、思いますけれども、そういう子たちに、まあ、これから先輩になる皆さんがどのような、なんかことを注意して教えてあげるといいかなというのをちょっと聞かせていただきます、はい、そうですね、先ほど楽器の持ち方について説明させていただいたんですけども、はい、これがやっぱりすごく重要だと思っていまして、うん、今これから先輩になる皆さんも直してほしいですし、それをぜひ後輩入ってきた新入部員の方にも伝えてほしいんですよね。なるほど。持ち方とスライドの動かし方っていうのがすごく最初に重要なことだと思います。スライドの動かし方でしたり、速い動きが出てきた時とかにすごく苦労してしまうので、最初にやるということではやっぱさっきの持ち方っていうのをすごくやってほしいなと思います。
あとは、やはり教えるってすごく難しいじゃないですか。そうですね。はい、僕らも、ね、はい、あのレッスンとかすると思うんですけど、はい、結構自分ができてないことに気づかされたりとか、そういう時も僕はあったりするんですけれどもやはりあのいい見本にお手本を示せるようにやっぱりなってほしいなと思います。ああ、そうですね。うん、やはり自分ができていること、そしてそれをあの後輩は先輩の背中を見て本当にあのいろいろ真似を、ね、良くも悪くも真似をするじゃないですか。一番近くにいる奏者ですね。そうなんですよ、はい、なのでその自分がやはりあのいいお手本を見せれるようにいい、まあ、先ほどですね、いい持ち方、いい奏法でいい音をなるべく出せるようにしてそれを聞かせてあげるっていうのはやはり一番いい方法なのかなとは思っています。本日は作業副首席トロンボーン奏者の中野幸太郎さんにお話を伺いました。